なんでこの時間になっちゃってるの俺っていう話から始めながらの雑談からの1の1をやっていくっていうパターンに今回なりました。7時に出てます。普通さ、17日アウトナウやったら16日の0時やったんです。だから昨日すごい待機してて、その待機した時に俺が喋ってた動画を待機だけで終わってしまって出したっていうのがあるんですけど、そこで面白いことがまた起きてくれましてありがとうございます。それは秋 N さんがブタペンさんの雑談を聞きながら大笑いしつつ晩ご飯の 用意ができました。泣き笑い、アップデート楽しみですね。びっくりマーク、早く遊びたい、びっくりマーク、笑い、泣き笑い、涙出ながら笑ってますけど、本当にありがとうございます。このコメントに僕は癒されました。なんでかって言いますと、この待機中の動画で僕は結衣さんの家の、家事育児を手伝う形に大バクックを通して経てしてるなって、俺リアルの社会で何も家事育児を手伝えてない俺が補完地のイクメンになってる、ネオイクメンと呼んでましたけど、まさかまさか秋 N さんの今日の晩ご飯のお手伝いもサポートさせていただけるっていうね。なのに俺は7時から予定があって出るっていうね。昨日12時からさ、待機してて、朝8時に一応チェックしましたよ。この画面何回見たかな？今日ここのソフト更新っていうところ。で、ソフトは最新です。9時もソフトは最新です。12時かな？次、ソフトは最新です。15時、なんか出そうじゃない？ソフトは最新です。17時なんか出そうじゃない？ソフトは最新です。あ、16時も行ったわ。16時はなんか出ないやろなと思いながら、ソフトは最新です、やっぱりなって思いながら、18時もなんか出そうにないなと思って、ソフトは最新です。じゃあもう出かけなあかん。7時に出かけた瞬間、玄関出た瞬間、チーム17からと星芋さんからツイッターですよ。今出ましたと。と思って、もう一番効率悪いのチーム17なんじゃないかなってちょっと思ってしまうぐらい思いましたね。この効率ゲームの中で、その時間を伝えてくれないって、俺の、この16日だけ開けて15、17を飲みにするっていう、このスケジュールを、かいくぐってじゃないな、出てしまいました。で、19時半から飲みに行って、もう俺家帰ってるんですよね。このぐらい今日の飲みなんて、本当に店員に苛立ってて、店員関係ないですよ。店員何にも悪いことしてないのに効率悪いなって俺思ってたんです。結構効率良かったんですよ。一昨日の効率悪い店員の話を、俺昨日の待機中動画で言ってるんで、そっち見てほしいんですけど、ま、それも店員効率悪くないよ。客が効率悪いんですけど、もっと早く持ってきて、俺早く帰れんかなと思ってた。俺の早く帰れるかどうかって別に効率じゃねえんやけど、なんかそこにまで苛立ちをぶつけながらいてしまいましたね。この配信の時間にできないっていうね。こんな感じで今日を迎えてますが、でもその中でさっき言った通り、他の家のご飯の手伝いができてることが僕の中でなんとか癒しになってます。だから今回このウィンターワンダーランドで、またいろんな家の、そういう家事とかのお手伝いとかになっていければいいんかなと思ってますね。今日の店員さんは何やったかな？別に効率悪くないですよね。なんか。あ、でも今日もさ、その話出たんすよ。休みの日何してるの？いや、もう言ったって、ゲームって。そしたらさ、今日はゲームって言ったんです。YouTube じゃなくて。そしたら、ああ、そうなんや、みたいになって。ゲームって何？って言われて、そんなもん、今俺大バクックめちゃくちゃやりてんのにさ、何？って言って大バクックの説明なんかできんやん、そこで。聞くんならするよ、それ聞くならそいつが。聞かんが、そんなこと。だから、まあ、アバウトにスイッチって言ったんですよね。スイッチなんや。忘年会で当たったけど、打ったって言われて。マジでさ、昨日の動画でも言ったんですけど、俺、だからここにコメントくれてる、アケイさんとか、ユイさんとか、アキエヌさんは、みんな、だから、家事をしてるってことは、結婚してるってことですよね。どうしてそういうふうにできるの？俺、本当に教えてくれ。だから、旦那さん、だから、アキエさん家の旦那さんはちょっと見えてきてるんですけど、他のところは旦那さんはしてなくて、嫁さんがしてるってことですよね、多分。俺は、普通やん。普通やんっていうか、俺がゲーム好きっつって、スイッチ売ったっていう人がいるっていう、そこになんかわかる意味。昨日もちょっとここの部分うまく喋れなかったんですけど、つまりここに僕にコメントくれてる人たちって、僕の中ではバーチャルな感じなんですけど、実際の人間ですよね。その人たちみたいな、だから今俺がさっき飲んでる目の前にいて、ウーロン茶ですとか言ってるその人っぽいシルエットをしてるわけじゃないですか、実際に会うと。それが信じられないっていうか、その人の口から、家事しながらオーバークックの動画見てるとか、そう、どうやって出会うのか、だから出会えんよね。だから出会えんから、こんなことしてるんやから。だから、卵が先か、みたいな状態になってるんかな、これ。まあ、いいわ、話、このぐらいにして。ちょっとね、興奮がやっぱり、毎回興奮させてくれるってすごいさ、ほら、なぎさんも、そりゃオーバークック行くわな、昨日ここはちゃんと。
ポケモンでしたけどもね、星芋さんね、教えてくれたんですよ。そして昨日の動画でちょっと星芋さんに触れてしまいましたよって伝えたんです。それ僕全部移動しながらです。今から飲みに行くところで。そしたら星芋さん、後から見ときますって言われた。そりゃそうだろうね。それ後から見るだろうね。オーバークック2優先するだろうねと思いました。他の人はなんでこんなにさ、俺の動画にさ、フォートナイトの人いるの？俺フォートナイト一回もやってない。一回はやったけどやってないのにさ。なんでかな、この時期にやれるってすごいなと思いますね。ありがとうございます。昭恵夫人いるな、やってんな、先にやってんな。まあ、いいや。あ、ゆいさんも今寝てたな。ちょっとやばい、泣いてまうかもしれん。インストールする。あとね、僕ね、バイトと最近やってないんですけど、今、バイトとも LINE をすることができまして、で、バイトも一応やろうかな、ぐらいの感じにはなってきてるかな。でもこの動画一回ちょっと見てもらおうかな。そしたらそれで、やろうってなれば、もしかしたらできるかもしれないですね。あとは俺一人でツールズアップも一人で動いてます。あ、ツールズアップの話しましょう。ツールズアップをやってて、オーバークックとの合間にツールズアップが出て、で、まあもう、こんだけ更新もあって、ツールズアップも更新されたら、俺他のゲームやらんやんってなってくるんですけど、ツールズアップの一番違うところは一人なんですよね、本当にあれ。一人で二人動かすオーバークックと全然違うの、そこが。一人なんです。一人やで効率化って、もうバケツを近くに置くぐらいなんですよね。その寂しさわかる？で、その動画はバイトに見せたらやっぱオーバークックのがいいな、みたいな感じになってたんで、バイトともできるかな、できないかもしれない。できるかな、どうやろうな、という感じですかね。うん。ライブも楽しみにしてるってことで、ライブした方がいいんかな。まあ、ちょっと一遍これクリアしたら、この土日とかで考えれるかな、わからんけど。ワンダーランドってどういうことやろ？クリスマスじゃないんやで、どういうことなのかな。言ってたわー、なんか、私は、香港のディズニーランド行ってきたのが、本当に楽しくてって言ってたけど、いやー、オーバークックの方が楽しいなと思います。それは僕は絶対に。うん。あと1分ですよ。1の1、いけるかな。これね、ツールズアップの時は25分の雑談しまして、いつも8分って超長いって言ってたけど、今日は7分で、なんとか、すぐ終わりましたね。なんか短く感じますね。ツールズアップの25分の時は、誰かがしおりを貼ってくれましたね。ここです。わ、泣いてまうかもしれん。あ、そうや、昭恵夫人やったかな、ゆいさんやったかな、どっちかな、星芋さんやったかもしれんけど、右下のところに虹がかかってるから、今かなと思って待ってますっていうのは、あれも可愛かったなぁ。本当に可愛かった。そんな、みんな待たせてるから、やっぱチーム17って効率悪いっすよね、今回。時間書いてくれ、マジで。右下ってことで、左下と左上もあるんで、あと2回こういう感じを楽しめるかなと思います。そして、オーバークック3とかがもし出ても、絶対に俺はやっていきたいなと思ってますね。ありがとうございます。喋ったわ今日も。全然酔ってないですよ。だから飲んでない、なんで飲まないのって言われたもん。だってオーバークックだもんって言えないです、それは。だって言ったって分かって、説明が通じんから、そこ。あ、それゲームって人殺す系かって言われたんですけど、そんなわけないやん。あ、ウィンターワンダーランド、クリスマス季節がやってきた。我らがヒーローシェフも戻ってきたよ。もうここまでで台湾じゃねえわ、ディズニーランドより面白いですよね。大群のステージ、あ、大群あるの今回。大群のステージ含む5つの新しいステージに挑戦しよう。エクストラから季節のアップデートでぜひチェックしてね。2つキャラが増えてるんですよね。意外とこれキャラがね、どのシーズンにどれっていうのはあんまり覚えれてないんですけどね。あー泣いてまうわ。あー、いい絵になってる。よー、スクショ撮っといて、ここみんなさん。よっしゃ。じゃあ続ける？あ、そうか、続けるになるんやね。全体で1個なんやね、季節のアップデート。次の季節いつかな。令和じゃなかったね。でクリスマスはかぶるんやって思いましたね。クリスマスの季節がやってきたよって言ったで、ウィンターホールまた言っちゃった。ウィンターゲインとか言っちゃうんですけど、ウィンターホールって何だっけ？ウィンターワンダーランドは、
クリスマスと関係ないんかな、外してきたんかなと思ったけど、そうだったんですよ。いやちょっと待って、音楽から感動するかもしれんよ俺。ますあのね、そういえばリハビリしてるっていう人いたじゃないですか、さっき星芋さんね。俺リハビリしてないんですよ、ここ わざとリハビリせんと言ったらどんなになるかなと思って。うわ、下が雪や、ここ に虹がかかってました。確かに僕その後の、あ、かかってる、まだ今でもここじゃなかったけど、俺が見た時は右、もうちょっと右の方にかかってました。それはね、何回かこうアップデートを確かめに行くときに、誰か、誰やったっけ、虹が出てるの見て、まだかなって思ってます、アッキーさんかな言ってたのを思い出して僕は来てたりとかしてました。わ、これ大切に行きたいんですよね。去年の12月と同じことしてる、俺成長がない、俺には同じことしてるわ。もったいないもったいない言ってカウントダウンしながらクリス、あれ音楽一緒や、クリスマスとケビンズクリスマスクラッカーと、あれ毎回どんなにちっちゃくても音楽とか最新が出てたのに、ここは違うんや。でもいいなや、これやっぱオーバークックだな、あーオーバークックだな。1,2,3,4,5、確かにここに大群を含むものがあるんですよね。うわー、出会いたいな。入っちゃった入っちゃった、すぐにカチャっていうのないんやね。そういえば、あ、色もなんか似てるな、クリスマスケビンズクラッカーと。うわ、200、400、700、この感じも懐かしい。あ、そっか、ニューゲームがあるやん。そうやな、3回やることになるやんだっけ。あ、え、ここは知ってるよ俺、ここは知ってるけど、スプレーに1個増えてる、1個増えてる右上が。あとは一緒やね、牛乳と刻んだチョコレートを鍋の中で温めよう。はい、うわ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 、なんかツールズアップから急にこの素早い走れるようになってる、走れって、俺が2人いる、俺が2人いるのが嬉しい。あ、俺誰や、あかん、俺いつものキャラとちゃう。いいわ、このキャラ、このキャラ今回のキャラか、俺いつものキャラとちゃう。キャンプファイヤークッコー、あの上にあのあれがいる、キャンプ、あのカーカーニバルオブカオスの人もいる。オーバークック自体を、ま、忘れてて、しかも何ここ、あ、リボン、リボン弾けるんか、あれでもなんかこの音楽聞いたことあるな、これカーニバルオブカオスの曲や多分。こういう話をしたいんすよ俺、飲み屋で。誰やしてくれるのそんな話、誰もええわ、ほんないいるかな本当に。カーニバルオブスカオスのあの時の曲をあそこで使われてたねっていう話をしたいんや俺は。あ、この牛乳なんかでかくなってない、前よりこんなでかかったっけ。これどうやってあそこの鍋行くんすか、これ。これリボン引っ張ったらファンファンってなるんかなと思ったんやけど、え、火で溶かすんかな。俺ダメや、オーバークック全然詰まるわ息チョコや。わー、切りながら俺こっちの人になれるの。俺この間ずっと待ってなかんの、ツールザップは。これどうやって開けるの、あそこ本当にわからん、いきなりわからんねんけど。切ってよ、まず時間あるし。うわ、俺しかえんことに慣れてるで。あそこ雪がかかってるんけ、あれ。ちょっと待って、見えんねんって。雪がかかってるけ、あそこに何か、コンロのところに。これなんか押せるんけ。あれ、ジャンプ台あったりして、もしかしてカーニバルオブカオスやから。あ、違う、ボタンや。おい、やっべ、これ素人中の素人や。こんな話がしてとか文句ばっか言っときながら。ハルさん、ハルさんも来ました。ど素人なんやけど。うわ、どうす、うわ、あれ X 長押ししそうやった、今ギューって牛乳入れようとした、ツールズアップのせいで。これ一緒に温められたっけ。そうやな、投げれるんやな、投げれるんやな、投げれんな、ツールズアップは。これちょっとダメてかかってたな俺、オーバークック絶対難しいやん、やっぱり。そうか、これで取りたい。あれ、ちょっと待って、もう火や、もう火や、俺クソ素人やんが。ちょっと待ってよ、面白くなくなってきてない？見てる人、すいません。
なんでこれで取れんのやろ。あ、取れてる。あれ、なんでさっき取れんかったやろ。なるほど、分かってきた。ボタンを忘れてる俺。なんて下手になってるやろ。切りながらじゃあかんねえな。牛乳入れな。これどこに捨てるやろ。捨てる場所どっかある。あ、もう時間動いてる。ごめんなさい。こんな下手になるもんなんやな。人間3ヶ月ぶりやろ。でもたったカーニバルコースター、ゴミ捨て場どこ。どこに見えてる。みんなには見えてるやろ、もうそこは。ここやな。あかん、ゴミ捨て場が分からん俺。めちゃくちゃ下手やん。メイぐらい下手やん。ゴミ捨て場ねえで鍋一個で作らなかった。本当にどこやゴミ捨て場。あった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 、あれや。なんて下手なんやろ。見えてないやろ。ちゃうわ。あかん、リハビリがやっぱ俺も必要やったわ。あ、 X ボタンね。ちゃんとサンタクロースの格好してる。でもかわいい。あれ？これか。どうしたんやろこの雑魚さ。でも時間長なんか。もし1個は取れるんやこれでも。こっからどのくらい俺はリハビリができるんやろな。やっぱ2人が入れる世界に喜んでたのに、2人がいる世界についていけてない。268点。268。あれ770も俺この動画内でいけるかな。これ難しいんじゃ実は。この今回のやつってそんなことね。俺が下手すぎるわ。いかんの。キャラ変えよう。キャラ変えよう。キャラ変えることすら忘れてるやん。お、どこやここは。この音はあ、新しいキャラなんかな、これ。カーニバル・オブ・カオスのキャラっぽいっすよね。あ、いた。これを使ってた記憶があります。でもカーニバル・オブ・カオスから3ヶ月しか経ってないんやよね。でも3ヶ月でこんなに下手になるか。どうしたらいいんやったっけ。まず切ろっか。まず切ってよっか。チョコレート一杯。オッケー。まず切って。バイトからも LINE 来て、下手になってるわって言われましたね。
マシュマロはトッピング、あれマシュマロやったよ、じゃああったよ、ね、こうやって切ってればいいな。この後やな。あでもまあこれでも作り置きがしなあかんステージなんじゃない、もしかして。作り置きしないと絶対無理ステージがあったもんね、キャンプファイヤークックオフかなんかの時。キャンプファイヤークックオフやったかな、あれ。何個なら作り置きしても許されるかな。もう入れよっか、ここまで許してもらう。こんな感じや。絶対チョコは入れるやったっけ。あかん、この間に切ってなあかんかった。これコップで取れんのけ。コップで取れるよね絶対。コップで取らない話にならんよね、こんな。本当はあー、さっきあっち出してるし。これは難しいね、このコース。実は1の1にしてはめちゃくちゃ難しいんじゃない。あかん、全然あかん。これにつけない。うわ、むずい。これ俺が下手になってんじゃなくてマジでむずいんじゃこれ。いや俺が下手になってる。難しいなこれ。お留守に慣れすぎやん。あ、コップに入るね。間に合ったかな、昔の俺なら。間に合ったな絶対。あでも770いけるか。いけるんや、こんな遅くて。こんなとこに一回置かんかったもんな、昔の俺なら。昔の俺ならってよー言うよね、おっさんとか。いや、おっさんとかやな、それ言うやつは。俺はおっさんレベルか。あれ捨ててる。また
頭で考えなできんくなってるの。こんなんじゃ3の2絶対クリアできんげ。この前のあー700、600何やね。オッケーオッケー。700やったっけ。とりあえずこの1回この動画だけは終わらせないといけませんので700いきましょう。そっからやぞ。今日は早帰ってきたいんで一気に行くか。5面いけるかな。5面ぐらいいけるかな。5面コンプリートした後にニューゲームプラス OK。 いや5面いけんくね今の俺なら。俺の今の俺には先にこれ切っとかなあかんっつってんの。するといいのこれ。じゃあちゃうな。ちゃう。鍋を取ってったらもう絶対ダメやからね。本当にコップで取りに行かな。取ってるわ鍋。ここまでは作り置きが許されるもん。こんなとこで作り置きに甘えてたらさ全然次の面クリアできんと思う。違うな、これ切ってからだったな。ちゃうな、むずいな、ここ難しいあたよ。ないないできてる。なぜかダメや。何かコツを早く知りたいな。今回でも難易度が多分高いはずやわ。俺が下手なのもあるけど難易度は高いと思いますわ。俺が下手なの5割、難易度が1の1から高いの5割ぐらいじゃない。皆さんどう思いますか。だって俺あそこのリボン取れると思ってたよね。最初リボン取れると思ってるって可愛いですよね。なんか逆に走れるの超嬉しいんやけど。でもいける。
あ、何してるやろ俺、今度いいか。今のうちなんか切っとかなあかんのかな。当たり前やけど切っとかなあかんよね、チョコ。いやでも OK やよ、鍋に。そしたらあ、しまった。そっか、ここにあるよ、これが。しながら何かできにくい面なんかこれ。それとも何回も言うように俺が下手なのか。はい、次はクリアしましょう。いやでもありがとうオーバークックよね。前の動画で言うの忘れたんやけど、1のちゃちゃちゃ有料コンテンツが3連続出たじゃないですか。6月、8月、9月って。あ、違う違う。4月、6月、9月って。で、それが終わってんのに無料をちゃんと出すところがすっげー嬉しいっすよね。そうやって、俺の下手さのごまかしトークでした。そこのテーブル開けとかなあかんのや。開けとこでいこう。あー難しい。2個ずつがいいんかな。間違えてる。まあいいや。危ねえ。今のやな、今のや、今のや。見えてきた、見えてきた。あ、全然見えてねあかん。あかんかったか。次クリアしますって言ったんか俺。うんこ動画になるぞこれ。そーっとしよう、そーっとしよう。ちゃんとしよう。2時間半かかるぞこれじゃあ。3の4みたいに。
キャンプファイヤークックオフの。もう3の4とか3の2ね。そういう風に覚えてるのすごいですよね。なんか、難しいステージの3の、何やったか、何やったっけな、3の2、キャンプハイ、カーニバルオブカオスの。そうね、この時に、これ置いといてみようかな。いやいやいや、置いとかんな。そんなんじゃないんだけどな。はい、あ、ずれたと思った。ずれたと思ったけど、ずれてなかった。マシュマロ切ってねーし。行ってみますね今回。ダメだな、なんかダメだな。あれ間違えた。あそこに入ると思ってるぞ、まだ。これここかな。やり方で合ってる、これなんか違うくない？こんな遅いわけないと思う。店員のこと文句言えんだけど。すいませんでした。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。失礼いたします。こん
なんじゃ俺他の家の家事支えられんぞ。こんなんじゃ何も喋ってないもん。何も喋ってない。ありがとうございました。でもあれこの音楽新しいんかな。ああの王冠新しくない？なんか色、なんかあんな色見たことないと思う。そしてちなみにここの後ろで戻るとどうなる？メニューに戻ると音楽が違うんですよね。その辺も考えていきたいと思いますけど、メニューに戻ると音楽が違う。ちょっとそこは後からの動画でいきましょうか。いやー、趣味大番組です。